またその貯金も積み上げていくことができるかどうか。で今日は2人、あ、3人ですか、西川、ウネンティン、そして山田。今日はそれほど動きはありませんでした。長く持って2球目ストレート押し込んでいく、これは若月と宗が追っていきますが、カメラマン席でしょうか、入りました。ボールの交換を要求しました。追加点を与えないように、先ほどこの回はいわゆるこう右バッターのアウトコースのライン、シュート回転しないボールを投げ、セカンド深いところ、杉谷、ファーストはアウトの判定でした。リクエスト要求します。ただいま中島さん、ここはボテボテの当たり、ピッチャーゴロ、古川そのままベースを踏んで3アウトです。参りましょう。さあどうなる。お客さんが選ばれてですね、ご覧のように表情を作るということで、それを見ている吉田正尚選手もこんな表情ということで、いろいろね、今やってますね、ファンの方をね、喜ばすのにいろんなことやりますね、またスタート切ります。打っていく、今もインコースのファール、しますか、すごいですね、これが中島の、まさにこうバッティング練習などで、どうだ、ライトフライ、犠牲フライになります。ベストアイネホームイン。7打数の2安打、この回はホームラン、その後中村、そして2番のマーティン。まだこの辺ですね、ちょっと気になる様子です。マーティン、塁上の荻野貴司は今シーズンは48試合で9盗塁をマークしています。ただこの間もマウンドの與座は全く動じることなく自分のペース。こちらも一回り、1番の殿崎、タイムがかかっていました。ちょっとこの辺が虫ですかね、自然共生型のベルーナドーム。